どうも皆さんこんばんは、リロイ太郎です。ちょっと聞いてほしいんですけど、去年クリスマスにまさかなと思ったらファンタクロースがたくさん来てくれて、たくさん差し入れでフィギュアをいただいたんですね。それを今日は全部開けて中身を見ていきたいと思います。フィギュア開封動画です。いやいや子供みたいですね。でも好きなんだからしょうがない。はい。で、いただいたのがまずこの2つね。ここもう見てわかると思うんだけど、これなんか書いてあるね。これマーベルですよ。こういうフィギュアをなんと全部で 1,2,3,4,5,6 6個ももらったんすよ。なんかね、ファンタクロースの方から手紙が書いてあって、売ってくれてもいいですって書いて、いらなかったら売ってもいいですって言うけど、それってどうせ私のことって好きじゃないんだったらもう振ったらいいじゃんっていうのと一緒ですよね。女子のもう帰るっていうのと一緒ですよね。追いかけないとみたいな、それと一緒です。で、売るわけない、だって好きだから、だって好きだから。じゃあ開けていきたいと思います。まず一番でかいのはこれですね。こちらマーベルユニバースのバリアントプレイアーツ回シリーズのとってもハイクオリティというかサイズのでかいベノムのフィギュアでございます、ね、ベノム知ってますかね、まあ、スパイダーマンの宿敵であるシンビオートがね寄生したエディブロックが持って、まあ、エディがねシンビオートに寄生されてベノムになることが多いですけれども、ベノムのでっかいフィギュア、これね海外からの輸入品らしくて、これでかいよね他のに比べて。続いてこちらスパイダーマンですね。シンプルスパイダーマン、シンプルスパイダーマンなんだけど、ここに手の甲に四角の模様がついてると思うんだけど、これついてるのベノムの特徴、ベノムに寄生されたスパイダーマンだから、シンビオートに寄生されたスパイダーマンと、それとこれがその同じ型番だけどスペシャルカラーバージョンってなってるから、コミックスに売ってんのかな。普通のに比べてちょっと光沢感があるような仕上がりなのかもしれない。なんでこうやって見てみると中身同じ感じなんだけど色が違って、ベノムスパイダーと普通のスパイダーマン、あと背中のね雲の文様とかね胸の文様がちょっとねゴツゴツしくなるっていう感じですよね。ゴツゴツしくなるって感じと、ベノムつながりで言うんだったらこちらベノマイズドキャプテンアメリカですね。多分スパイダーマンマキシマムベノムスーパープレミアムフィギュアキャプテンアメリカって書いてある、これベノマイズドスパイ、キャプテンアメリカです、ね、ベノムに寄生された、シンビオートに寄生されたキャプテンアメリカ。そしてこれが2つつながりでのカーネイジとベノム、今ねレッドゼアビーカーネイジベノム2ですね、いわゆる映画が公開されてます。ベノムの単体作品の、ベノムとその宿敵であるカーネイジのフィギュアです。じゃあ開けていきましょう。じゃあまずこれシンプルベノム開けていきます。シールをきれいに剥がしたいから切る、剥がさないで切る、本当は剥がしたいとこだけど剥がして箱が傷つくぐらいなら切った方がマシだ。オープン、はいはいはい、箱の中には箱が一つ、いきましょう。これはなるほどね、もう厳重だ、ここかな、あれ、ああこっちが開いてた、反対側が開いてた。これはまた素晴らしい分量がありますね。出てきたよ。ちょっと待って、思ってるよりめっちゃでかいかもしれない。ちょっと並べてみよう。子供の頃フィギュアとかそんな持ってなくて自分で作ろうっていう話だったからさ、あのフィギュアを組み立てるっていうのほんとこの10年ぐらいかな。あ、フィギュアって今もう分割されて入ってるの組み立てるんだっていう、はいはい。でまずこれが下半身、あーこれは最高だわ、マジでマジで最高、この隆々とした筋肉、かっけー、こんな足になりてー、すごくない、マジで。
ほら、手の甲にこの四角の文様が浮き出るのはこれベノムの特徴です。腕もすごいね。で、これか、うわ、これはマジですげえな。めちゃくちゃかっこいいんだけど。ちょっともう俺が求めてるベノムすぎるんだけど、これはやばい、これはやばい。ほら、もうかっこよくない？これにまだ新ビオートのパーツがあるから、これをつけてくんだ。こういうちっちゃいパーツが入ってる。これはベノムの舌ですね。これでも結構チャームポイントというか大事なポイントだ。これ最後に入れようか。画竜転生っていうかね。タラーン、完成した。かっこいい感じ。すごいねこれ。この角度いいね。この角度良くない？筋骨隆々というかね、この異次元なほどに膨れ上がった胴体、もうむくれるだけむくれたこの広背筋とかね、僧帽筋、すごいね。で、背中はこういう感じですね。で、ちゃんと雲のね、文様、スパイダーマンに寄生した時に手に入れるスパイダースーツというか、ベノムスパイダー、文様が出てます。だから今の、SSU、ソニーシネマティックユニバースに出てるベノム、今のいわゆるベノムにはないもんで、ね、まだこれがね、スパイダーマンと出会ってないから。スパイダーマンがいない世界線の、だってベノムなの、ね。どの角度で見てもかっこいいって、これは結構異次元じゃない？これが、まずこちらのベノムのやつですね。本当にパッケージの通りだね。かっこいい。かっこいい。かっこいい。マジでかっこいい。次はこちら、カーネイジ。開けていきます。赤はやばいって言ってたよね。ベノムはカーネイジを恐れているというかね、赤はなんかやばい、やばさが際立つ赤色っていう。なんかベノムが赤を怖がるのって、もしかしたらスパイダーマンを怖がってるっていう可能性もあるかなと勝手に思ってる。あ、もう、あ、カーネイジの方はもう胴体と接着してあるんだ。だからもうこういう感じですね。細身だね、カーネイジの。細いベノムに比較すると。これは肩が、硬いね。なかなか難儀やで。完成！かっこいい。やっぱりカーネイジを見ると、俺やっぱベノム派だって思っちゃうけど、カーネイジはやっぱ細身なのに暴力的というかね、殺す気満々っていうかさ、なんかカーネイジの方がやばいやつ感はやっぱあるね。そのベノムの方がさ、なんかボコボコにしてやるって感じだけど、カーネイジは殺してやるみたいな感じだよね。え、わかる？これがだから、両者激突となればこういうことか。おお、こうやってやるとね、なんか行こうかっちゃん、ああてめえが命令すんな、デグ急にヒロアカ出しちゃった。これ両者睨み合ってるってできるかな。あ、睨み合ってるか。でも確実にこういうことか。こうなる。あ、本当に俺いらない。これは世紀の一戦が始まります。すごい、これは嬉しいわ。あー、カーネージよりベノムの方がやっぱ重いね。かっこいい。これどこに置こうかな、うちで。
ちょっとこれ今日紹介したやつ全部開けれない、開ける自信がない。じゃあ次はこちら、ベノマイズドキャプテンアメリカ、シンビオートに寄生されたキャプテンアメリカです。おわー、あ、かっこいい、これはこれで。おー、かっこいい、お、かっこいい、え、かっこいい、え、かっこいい、かっこいい、せな、かっこいい、かっこいい、この胸のとこがめっちゃかっこいい。この星条旗のマークになってるのよ、雲じゃなくて。雲みたいだけど、星条旗というか星型なんで、ここがボゴンってなってるの、これかっこいいね。こうやっぱまだキャプテンに抗ってるからこそ、こういう靴はまだキャプテンアメリカの、キャプテンは抗ってます。やっぱそう考えるとやっぱキャプテンアメリカってすごいな。無欲なのかな、いやでも欲はあるか、だからこそなんだろう、かだもんな。あれは最後の最後に見せたキャプテンの欲だもんな。面白いなマーベル。この MCU いつまで続くんだろうって本当に思ってさ、なんか80歳になっても、80歳とか100歳ぐらいになってもまだ続いててさ、もう一生映画館に行くね。やばいやばいって言って、もう今月、やばいやばい、今月もう絶対行かなきゃ。あー、今年 MCU 半端ないね、何本も公開してみたいな。何歳になっても言ってるな、この様子だと。お、すごい、すごい、これじゃじゃーん、わーってね、今飛んできてます。このマキシマムベノム、スパイダーマンマキシマムベノムのこのシリーズはベロが結構縦気味になっててさ、せっかくかっこいい表情してんのに一番いい角度で見ようとすると臨場感あるベロっていうね。それだけ、それだけ、もっとお顔を見せてちょうだいって言ったら襲われてるような気持ち、話を聞いてくれって思う。やっぱベノムかっこいいね、全部寄生生物。ちょっと家にあるベノマイズドマイルスと並べてみようか。これ以前、これも差し入れでいただいたやつなんです。マイルス・モラレス、2代目スパイダーマンこと黒人のスパイダーマン、マイルス・モラレスのベノム化したマイルス。あー、もう全然、あ、これもいいですね、この戦いも。どっちも悪、悪ではないか、ヴィラン的な、みたい。これと、ナオカメンって感じだね。ヴェノムズ、アッセンボー、はぁはぁ、これはグリーンゴブリンか。はぁ、ちょっとマジで俺いらないわ。このちょっと微妙に揺れるのがマジで、はぁ、これはかっこいいね、これも。語彙力失うね。かっこいいね。かっこいいよ。今こそシーンを消す時。あ、すごい。これもちょっと見てほしい。こうやってエディの後ろからだとベノムが見えるし。じゃあこうしよう。あ、じゃあエディじゃない。カーネージの後ろだって。こうするとで、カーネージが見えるし。本当にハハってってなってる気持ち。これで家にいるベノムが4体に増えた。シンビオートだらけだ。この家まずい。シンビオートに狙われている。これが最初に開けたやつ。これが2個目、3個目。これ前いただいた。でもこのなんでさ、ベノムってさ、ベノムとまあカーネージだけど。シンビオートってなんで宿主を結構リスペクトするんだろう。やっぱ宿主がいないと
ね、宿主がいないと生きていけないからだよね、多分このリスペクトが出るのって。だって真っ黒の化け物になったらいいのに、なんでキャプテンを真似してるのよ。マイルズに関してもね、スパイダーマンをリスペクトして文様が出ちゃうんだもんね。結構いい人なんじゃないの、ベノムって思ってるより。今日はベノム、この3体を開けてみました。3体開けてみました。もしよかったらチャンネル登録と高評価、お願いします。高評価するのは僕にじゃなくていいです。このフィギュアたちにすげえっていう高評価で構いません。ぜひともお願いします。すごいすごいすごい。ちょっとここから舐め回すようにじっくり見たいと思います。それでは今回はここまで。チャオー。